読売新聞の山本です。以前万博に関係して確認なんですけれども、万博 の会場建設費をめぐってはですね、タイプ X の、追加費用の負担ですとかで、まあ、すでに協会側は予備費を使う可能性もあると検討をするとこういうことも話しております。で、大阪府市としてはですね、この予備費 を仮に使うにあたっては、事前協議が必要という立場だったと思いますけれども、具体的にですね、知事現状でその事前協議というのはどういったものを想定しているのか、どういったことが必要なのか、その点についてお考えを伺いますでしょうか。はい、まだ事前協議というのはありませんし、そして事前協議、予備費を使う場合はもう事前、大阪府市と事前協議すべしとこういうことを協会にも伝えて、了解も得ています。現時点でこの予備費を使います、使うことを検討しているということの事前協議はありませんが、前回の理事会において、項目としてその可能性としてあり得ることが X タイプのところについてという話ではありました。ただできる限り2220億円、これは予備費を除いた部分の枠内で収めていきたいという話も協会からありました。なので現状とすればトータルの2350億円の枠内で進めていくというのは当然だと思いますし、もし予備費を使う場合は事前協議をするということが約束ごとであり、まだ現時において事前協議の申し出というのは協会からはないです。すなわち、今後そういった段に入ったときに今後具体的に検討していくと、そういう理解でよろしかったでしょうか。まずX タイプの活用をどうするかというところについて、詳細決まってないわけでもありますから、当然金額も確定しない。概算の話もがありました。そして、2220億円予備を除いた費用の部分で、納めることができないかということを協会として検討しているということです。今の段階で何か具体的な話があると、予備費の使用について具体的な話があるというものではないです。